ラドスラフ・コバーチは、チェコ・シュムペルク出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは D F、DEF、MF。SK シグマ・オロモーツの下部組織で育ち、2003から04シーズンに AC スパルタプラハに加入した。2005年7月、ロシアの FC スパルタク・モスクワに移籍した。2009年1月30日からシーズン。 終了後までの契約でウエストハムユナイテッド FC へレンタル移籍した。2月25日の FA カップミドルズブラ FC 戦でデビューした。5月16日のエバートン FC 戦で初得点した。8月10日にウエストハムへ完全移籍。同クラブではカップ戦含め62試合に出場した。2011年6月24日。 クラブのチャンピオンシップ降格に伴い、スイスの FC バーゼルに2年契約で移籍。2014から15シーズンにより、FC スロバンリベレツから AC スパルタプラハに復帰することが発表された。シーズン限りでの現役引退表明後の2016年5月14日、リーグ最終節の FC ビソチナイフラバ戦で、フル出場死後から例の勝利で飾った。引退後は、 クラブのアシスタントコーチを務める。チェコ代表として U-21 で15試合に出場した。2004年10月9日のルーマニア戦でフル代表デビューを飾った。2007年5月28日のキープロス戦で初得点した。これまでに30試合に出場している。2009年4月、売春婦と共にレストランで飲食パーティーをしていたとして、 トマーシュ・イファルシマレック・マテヨフスキー、バーツラフス・スベルコシュ、ミラン・ガロシュ、マルティン・フェニンと共に代表から追放された。ありがとうございます。